片野茂名は1月21日から1978年3月27日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員立憲政友会所属、元秋田総合銀行社長、元秋田名城社長、元運動交通社長、江戸時代は、佐竹一族の戸村家の家臣であり、氏族、父は、シュゲルで、秋田県横手町出身、 東京帝国大学法学部に進むも病気のため中退し帰教する。1922年に横手町長に就任する。翌年には秋田県会議員選挙に出馬し当選。その後には県会議長も務めた。1930年には衆議院選挙に出馬し当選。議員を2期にわたって務めた。その一方、秋田県の農業団体の役員も務め。 農業界の実力者としても君臨した。第二次世界大戦後には、公職追放となるが、実業界において活躍。秋田無人の社長を長年にわたって務めたほか、秋田名城第四代社長、横手織物株式会社社長、宇後交通社長、秋田放送取締役なども歴任した。妻そのは、名場井之助の長女で、子には、秋田明穂の銀行頭取を務めた。 型の教育がいる。ありがとうございます。